皆さん、こんにちは。今回の昭和一丁目一番地は、昭和から現在まで人気歌手の長渕剛、その生き方とヤバいエピソードを振り返っていく後編です。現在の長渕剛さんといえば鍛え上げられた肉体が代名詞にもなっていますね。今回は長渕剛さんがどのような経過をたどって現在のような容姿に変貌していったのか、歌と合わせての変化をまとめてみました。また歌手や俳優として活躍する長渕剛さんから離れ、結婚生活や子育てのエピソードも同時に紹介していきます。こわもてな印象ではありますが、実はとても気さくでやんちゃな長渕剛さん。エピソードを知ることで長渕剛さんに抱く印象が変わるかも。そんな懐かしくもやばかった思い出を振り返っていきますので、チャンネル登録をして楽しんでください。前編をまだご覧になっていない方はぜひそちらもご覧ください。では早速昭和一丁目一番地をご覧ください。筋肉トレーニングを欠かさない長渕剛さんは、還暦を超えた現在でも力強い筋肉を披露することが多いですよね。いつから長渕剛さんはこのようなマッチョな体型になったのか、気になる方もいるのではないでしょうか。特に昔の長渕剛さんを知っている方にとっては、以前と現在とでは随分と印象が変わっていることは説明するまでもないですよね。現在でこそ男らしい筋肉マッチョでワイルド、強くて熱い印象がある長渕剛さんですが、かつてはどちらかといえば痩せて繊細な印象がありました。そこで長渕剛さんがどのような理由でいつから変化していったのかを見ていきましょう。長渕剛さんの印象は大きく分けると3つの段階を経て変化していきます。純恋歌や純子をヒットさせていた時期は遅れてきたフォーク青年とも呼ばれ、素朴な印象でした。歌声も透明感がある澄んだ声で、ハイトーンでファルセットを使うこともあり、恋愛を題材にした歌が多かったですね。髪型も長髪で、フォークをやっていると言われれば、うなずけるシンプルな服装でした。長渕剛さんが最初に変わったのは、ドラマや映画に出演し始めた頃になります。ドラマ、家族ゲームや、親子ジグザグに出演し、主題歌だった、グッバイ青春、ろくなもんじゃねえがヒットしました。髪型は短髪になり、かつて言われたフォーク青年の面影はなく、どちらかというと近所にいるやんちゃなお兄ちゃんという印象になりました。人生の生きづらさを歌う曲が増えていき、歌声もかつてのようなハイトーンは影を潜めていきます。実は長渕剛さんは自分が持っていた綺麗な声と純恋歌や純子のヒットでアイドル歌手扱いされることに嫌気がさしていたそうです。長渕剛さんはアルコールでうがいをして喉を潰そうとしたエピソードはファンの間では有名ですが、ドラマに出演し始めた時期にはすでにアルコールでうがいを始めていたそうです。またツアーの最中に過労と重度のうつ状態で倒れたことがきっかけで、長渕剛さんは水泳やジョギングで体を鍛え始めるようになります。長渕剛さんはこの時のことを大きな挫折と捉え、Eステージをやるためには体鍛えなきゃって思ったと話しています。現在のようなイメージが始まったのは昭和63年のドラマトンボに出演してからです。長渕剛さんは作中でヤクザ役を好演し、当たり役となりましたね。トンボやシャボン玉が大ヒットし、社会に対するメッセージや男としての人生生き方を力強く歌う曲が増え、歌い方もかつての頃とは大きく変わりました。これ以降、体を鍛えたり金髪にしたりと、今までのイメージからワイルドな路線へとシフトチェンジし、現在のマッチョで男らしい外見へとたどり着いています。またドラマ「トンボ」の中で長渕剛さんが暴れながらそこら中をキックしていたことから、長渕キックという言葉が生まれました。この長渕キックですが、長渕剛さんの実体験が元になっているんです。長渕剛さんが福岡で過ごしていた頃、1回1万円でお店を回って歌うアルバイトをしていました。ある時ヤクザ風のお客さんから「演歌ば歌わんかい」とやじが飛んできますが、長渕剛さんは自分の歌しか歌えませんと断ったところ、相手から激しい暴行を受けてしまいます。長渕剛さんはこの時のことをインタビューで、その蹴りの原型がそこにあるんです、僕の長渕キックのと話していました。現在の長渕剛さんはビルドアップされた筋肉美のある体型ですが、40代の頃にドラマボディーガードへの主演が決まったことで極真空手を始めます。ドラマのために始めた空手を長渕剛さんはその後9年間も続けたそうです。
さらにウェイトトレーニングのジムにも通い、本格的に体を鍛え始めます。最初はベンチプレスで50キロを上げることができなかった長渕剛さんですが、トレーニングを続けた結果ベンチプレスで100キロを上げられるようにもなっています。子供の頃から体が弱く喘息持ちで太れない体質だったそうですが、努力を続けて肉体改造を行った結果、今のマッチョな体を手に入れているんですよ。諦めずに努力を続ける姿勢は本当に見事ですよね。次は長渕剛さんの女性関係について紹介します。長渕剛さんは昭和56年にアイドルの石野真子さんと結婚しています。もともと石野真子さんのファンだった長渕剛さんは、以前からライブで俺は将来石野真子を嫁さんにすると話していたほどです。当時オールナイトニッポンでパーソナリティを務めていた長渕剛さんは、構成作家をしていた秋元康さんに石野真子さんの出演を依頼し、この共演がきっかけとなって2人は結婚したと言われています。ラジオ共演時は2人があまりにも仲が良かったことから、実は以前から交際していたのではと言われていたほどです。石野真子さんとの交際期間中は、長渕剛さんがライブで純子のサビの部分を真子に変えて歌っていたこともあるんですよ。昭和57年にハワイで挙式した2人の仲人は、石野真子さんの恩師とも言える吉田拓郎さん、浅田美代子さんご夫婦が務めました。石野真子さんは当時アイドル歌手として人気絶頂の時でしたが、長渕剛さんから家庭に入ってほしいとの希望があり、結婚と同時に引退しています。この結婚に関しては石野真子さんの家族や事務所の反対があったそうですよ。周囲の反対を押し切っての結婚でしたが、結婚生活は長くは続かず、昭和58年には別居から離婚へと至っています。離婚理由については、長渕剛さんの DV や嫁衆との確執があったと噂されていましたが、石野真子さんは離婚会見でこれらのことを否定し、結婚に対する理想と現実の違いがあったと話していました。長渕剛さんも後年ラジオ番組で、やっぱり愛した人と添い遂げられなかったというのはどんな人でもきついからねと答えているので、この離婚が長渕剛さんに与えたダメージは大きかったようです。離婚後、お二人は石野真子さんが司会を務める歌番組で共演しています。登場した長渕剛さんは若干照れながら石野真子さんに元気と声をかけていましたし、石野真子さんが長渕剛さんのことを素敵だったのよと話しているので、お二人に確執があって離婚したわけではなさそうですね。昭和62年に長渕剛さんは2回目の結婚を発表します。お相手はドラマや映画で共演した志保美悦子さんです。ドラマ親子ゲームでは元暴走族の恋人同士という役だったため、派手な喧嘩シーンが話題となりました。この喧嘩シーンでは実際に志保美悦子さんが小指を骨折してしまい、心配した長渕剛さんが病院に運ばれるまでずっと付き添っていたそうです。映画男は辛いよ幸福の多い鳥では、お互いに好意を抱いているのになかなかうまくいかないという役でした。映画で2人と共演した美穂潤さんは、長渕さんと志保美さんが撮影現場でずっとイチャイチャしていたと話していたほど親密だったそうです。長渕剛さんは志保美悦子さんとの関係を聞かれた際に、盛り上がれば結婚ということもあると熱愛を認め、この言葉通り翌年には無事ゴールインしています。志保美悦子さんは結婚しても仕事は引退するつもりはなかったそうですが、長渕剛さんから家の中にスターは2ついらないと言われたことから引退したというエピソードは有名ですね。このエピソードには続きがあり、志保美悦子さんはそれまで女優として築き上げてきた経験をゼロにするのは嫌だと話したところ、全部を取り上げようとは思わないと言われ、復帰はおいおい考えていこうとなったそうです。この言葉通り、現在志保美悦子さんはフラワーアーティストやシャンソン歌手として活動していますね。長渕剛さんと志保美悦子さんの結婚生活といえば、喧嘩した時に志保美悦子さんが長渕剛さんに回し蹴りをしたというエピソードがよく言われていますね。音楽評論家の湯川玲子さんは、2人が夫婦喧嘩をした時に仲裁に入ったことがあるそうで、その時に長渕剛さんから、いきなり俺に悦子が回し蹴りを入れてきたんだと言われたと話していました。長渕剛さんと志保美悦子さんの夫婦喧嘩については、
これまでも世間ではまことしやかに語られてきました。志保美悦子さんが強すぎて夫婦喧嘩で長渕剛さんが勝てない、長渕剛さんが暴力を振るったら志保美悦子さんが反撃して気絶した、長渕剛さんが体を鍛えるようになったのは志保美悦子さんにボコられたから、このような噂を聞いたことがある方も多いのでは。志保美悦子さんはこれらの噂話を認識しているそうで、インタビューでは都市伝説になっているみたいですね。でもはっきり言います、私は手を出したことはないんですよ、と答えていました。また長渕剛さんのアーティストとしての価値を高く評価しているため、私は商品には手を出さない、と強く否定しています。また長渕剛さんはラジオ番組で夫婦喧嘩はしないのかとのリスナーからの質問に、できるかよ、だって拳にタコができているんだぜ、ちょっと口論になると、あなたビルの5階から飛べる、と言ってくるんだから、と答えています。さらにこれまでにもいろいろなメディアで長渕剛さんは世の中で一番怖いのは妻、と話しています。これらのことから実際に喧嘩になっても力による喧嘩はないようですね。もともと志保美悦子さんは千葉真一さんが創設したジャパンアクションクラブに所属するアクションスターであり、格闘技に精通していたことからこのような噂が流れたのかもしれませんね。平成3年に長渕剛さんが主演したドラマシャボン玉で共演した清水美沙さんと朝帰りしたと不倫疑惑が報道されましたが、志保美悦子さんは彼女は長渕の趣味ではない、とこれを一蹴しています。平成5年には同じくドラマ、シャボン玉で共演した国生さゆりさんとの不倫が噂となりますが、この時長渕剛さんは、俺、一般常識の通用するようなところにいないからと答えは大となりました。不倫に対しての否定とも肯定とも取れない、長渕剛さんらしい回答ではありますよね。平成7年に長渕剛さんが大麻取締法違反で逮捕され、捜査線上に国生さゆりさんがいたことから、二人の関係が発覚し、後に国生さゆりさんは記者会見を開いて不倫関係を認め謝罪しています。この会見では志保美悦子さんも交えて、3人で話し合いをして不倫関係を解消したこと、話し合いの最中の長渕剛さんと志保美悦子さんの様子について、2人の関係を見ているととてもいい感じがして、自分の気持ちや情熱が冷めていきました、と述べていました。薬物と不倫について会見すれば間違いなく、叩かれることは分かっていた国生さゆりさんですが、この会見を開くよう勧めたのは、志保美悦子さんだったのです。薬物に関与していないこと、不倫はあったものの、現在は解消していることを伝えることで、国生さゆりさんが今後の活動を続けられるように、との考えからだったそうです。志保美悦子さんは長渕剛さんと国生さゆりさんとの不倫関係について聞かれた時にも、慣れています。結構ゾクゾクしたりするから、いいんじゃない。私は自由奔放にさせてあげることが、いい仕事ができたりすると思ってます。と余裕のある対応をされています。長渕剛さんの稀有な才能を認め、見守り、どっしりと構えている志保美悦子さんだからこそ、長渕剛さんとの結婚生活も円満に続いているのでしょうね。長渕剛さんは不倫の是非について聞かれた時に、結婚してれば誰一人愛しちゃダメだってなってくるとそうはいかないでしょう。だって人間の本能みたいのがあるじゃない、と肯定するような発言をしています。男性の中には不倫は道徳に反するものであることはもちろんだけど、長渕剛さんのようにまっすぐな気持ちを止めたくないという気持ちもわかると好意的に受け止めた方もいるようです。次は長渕剛さんとお子さんとの関係を見ていきましょう。長渕剛さんは志保美悦子さんとの間に3人のお子さんがいます。長女の彩音さんは女優、長男の渡るさんは渡るの名前でラッパーとして活動し、レーシングカードライバーをしていた。次男のレンさんは現在、レンの名前でシンガーソングライターをしています。ここでは長渕剛さんとお子さんとのエピソードをいくつか紹介しますね。授業参観。長渕剛さんはお子さんの授業参観には必ず行っていたそうです。彩音さんの話では、仕事で来られないということはありませんでした。とのこと、授業参観で長渕剛さんと居合わせた保護者はびっくりしたのではないでしょうか。多忙を極める中でも、お子さんの行事に合わせて仕事を調整する長渕剛さんの子煩悩な一面が垣間見れるエピソードですね。お父さんだけでなくお母さんまでも、17歳の頃、
遠距離恋愛をしていた彩音さんが彼氏を空港まで送った時に離れがたくなり、両親に嘘をついて彼氏について行ってしまいます。これを知った長渕剛さんは彼氏を近くの空手道場に呼び出し、歯を食いしばれと一言、絶対に殴られると思った彼氏ですが、長渕剛さんはコンと頭をこづいて、ちゃんと俺に連絡しろ、男同士なんだから、で終わらせたそう。対して実家に戻った彩音さんは、庭に出ろ、正座しろと言われ、長渕剛さんから冷水を浴びせられたそうです。そこへ志保美悦子さんが現れ、彩音さんは助かったと思ったのもつかの間、志保美悦子さんからも2杯目の水が浴びせられることに、嘘をつくことを許さないという長渕剛さんと志保美悦子さんの教育方針なんだそうですよ。彼氏が殴られ彩音さんが諭されるイメージがありますが、全くの逆ですね。長渕剛さんは後に彩音さんにこの時のことを聞かれ、純愛だからそれを自分の中で崩したくなくて彼を殴らなかったと話したそうです。男としての生き方をしっかり娘の彼氏にも見せた長渕剛さん、かっこいいお父さんですよね。ランドセルはそっと置く。ラッパーとして活動しているワタルさんは、5歳から空手を習いユースジャパンでは副キャプテンを務めたほどの腕前です。小学生時代は空手道場に通いながら、彼では長渕剛さんからトレーニングを受けていましたが、とても厳しかったとのこと。休みは1年で1日歩かないか、さらにトレーニング時間は1日で3、4時間も。学校から帰ってくると待ち構えた長渕剛さんから道着に着替えろと言われ、泣きながら着替えていたという渡るさん。友達と遊びたくて学校が終わって帰宅すると、長渕剛さんに気づかれないようそっとランドセルを置いて遊びに行っていたそうです。渡るさんが遊びに行ったことに気がついた長渕剛さんは自転車で追いかけて連れ戻し、渡るさん曰く、帰ってボコボコにされて泣きながら練習していたというほどなので、長渕剛さんの空手に対する熱の入れ方がわかるエピソードですね。蹴りはしなる。長渕剛さんは独自のトレーニング法で渡るさんを特訓していますが、中には不思議なトレーニングもありました。長さ40センチほどのホース2本を持った長渕剛さんが渡るさんに向かって打ちつけてくるので、それを避けるというトレーニング。腕でホースを止めてもしなったホースが顔に当たってしまうので、困難避けられないよと渡るさんが訴えたところ、長渕剛さんが放った一言がこちらです。バカ野郎、蹴りはしなるんだよ。この他にも庭にあったテーブルを飛び蹴りで超えるという不思議なトレーニングもあったそうですよ。長渕剛さんらしいといえばそうかも。自分が授業するんで、ある日渡るさんは朝の4時に長渕剛さんから起こされます。こんな早朝にといぶかしがる渡るさんに、長渕剛さんが一言、今から海行くぞ。その日は平日なので学校がある日でしたが、長渕剛さんは学校へ、今日は自分が授業するんで自然の中に連れて行きます、自然の中で生きていけるようにしますんで、と欠席の連絡を入れたそうです。海では楽しく海水浴をするかと思いきや、水につけられて溺れても大丈夫なようにサバイバル特訓を受けたとのこと。子供に対してもワイルドな長渕剛さんですね。ところで長渕剛さんの好きな食べ物を知っていますか？意外かもしれませんが、ソフトクリームだそうです。以前トーク番組に出演された時にも、ソフトクリームがあまりに好きすぎてどうしても我慢できないと話していたほどです。ツアーの最中は我慢しているそうですが、折り返し付近の日になると自分へのご褒美としてミニストップでソフトクリームを買っていたそうです。また長渕剛さんならではのソフトクリームの食べ方を番組で披露したこともあります。長渕剛さんはソフトクリームを食べると、あ、俺って生きててよかったと感じるとのこと。ワイルドな外見からは想像がつかない可愛らしい一面もあるんですね。長渕剛さんはライブ前のルーティンとして行っていることが2つあります。一つはライブ前にうどんを食べることです。ライブの時は早めに夕食をとるそうで、メニューは酢うどんと決めているそうです。ツアーでは炭水化物の節制をしているとのことで、酢うどん1杯で長時間のライブを乗り切っているのだとか。かつてはライブ当日の朝食はステーキと決めていたそうですが、年齢とともに思考が変化したのか、現在ではドレッシングを一切かけないボール1杯の野菜なんだそうです。
これはライブの時だけでなく、毎朝のトレーニングの後にも自分でボウルに一杯野菜サラダを作って食べているとのことでした。うどんに関しては特にこだわっているそうで、開演の2時間前までにうどんが用意されていないとスタッフは叱られるそうですよ。2つ目はライブの前のコーヒーです。ライブ前の楽屋でインタビューされた時に、美味しいコーヒーをステージの前に必ず飲むわけさと話していて、サイフォンを持ち込んで長渕剛さん自らコーヒーを入れているそうですよ。長渕剛さんによると、その時の自分の体調によってコーヒーがうまく作用してくれるとのこと。仕事や会議の前にコーヒーを飲む方も多いですし、大切なステージのために気持ちを落ち着かせているのかもしれませんね。ルーティンではないのですが、長渕剛さんはライブが終わると反省会をするそうです。ライブやコンサートをする歌手の方なら反省会をする方もいるかもしれませんが、長渕剛さんのそれはちょっと変わっています。メンバーに対して今日は何点だと質問し、低い点数を答えると、お前それでもプロかと叱責が飛んでくるそうです。それならと100点ですと答えると、これで100点かお前はとやはり叱責されるため、この質問の正解が何かはわからないままらしいです。このエピソードも長渕剛さんらしさが溢れていますね。ところで、長渕剛さんは歌う時にハーモニカを使うことが多いですよね。このハーモニカを固定する道具はハーモニカホルダーと呼ばれています。ミュージシャンが弾き語りをする時に使用されるもので、吉田拓郎さんや浜田省吾さん、山崎まさよしさんも使用されていますね。トンボ楽器製作所から発売されているテンホールズハーモニカの HH800 という商品があるのですが、実はこれ長渕剛さんが考案したものらしいです。最近ではゆずの岩沢浩二さんや海外のミュージシャンも使用しているそうです。長渕剛さんは特許を取得しておけばよかったとインタビューで話していました。他にもまだたくさんのエピソードはありますが、今回はここまでとしますね。こわもてな長渕剛さんからは想像もできない意外なエピソードもありましたが、いかがでしたでしょうか。純恋歌で再デビューしてから現在まで、長渕剛さんは常に変化していきました。歌や現在の日本について熱く語る一方、トーク番組ではかつてのような少年らしいやんちゃで面白い一面も見ることができます。これが男女問わず幅広い世代に愛される長渕剛さんの魅力の一つなのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。当時の思い出を振り返って、あんなことこんなことを思い返せましたでしょうか。少しでも懐かしさを感じて楽しんでいただけたなら嬉しいです。長渕剛さんのエピソードや好きな曲がありましたら、コメント欄にコメントしてもらえると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。